こんにちは、綺麗になるというチャンネルのぐんちです。はい、というわけで今日のテーマはこんな感じの、この髪の長さでも高めの位置のお団子風ヘアアレンジです。ピンを使わずにその代わりヘアクリップでできるヘアアレンジになっています。とてもお手軽で簡単にできるので、お仕事の時とかちゃちゃっと髪の毛をまとめたいっていう時にもぜひやってみていただけたら嬉しいです。というわけで早速使うものとかも含めてヘアアレンジ解説していきます。ではスタート。なるよ。はい、というわけで今日使うものはまずはこちら、シリコンゴムです。最近はよくお伝えしているのですが、シリコンゴムを選ぶ際は髪の色に合わせて選んであげるのがおすすめです。髪が暗い方だったら黒とか茶色のゴムを選んであげたり、髪が明るい方だったら透明のものを選んであげるとゴムが見えてしまっても目立ちにくいっていう感じになります。まあ私が愛用しているシリコンゴムは PU バンドっていうものになります。一回縛っただけじゃ伸びるだけで切れないし、遊んでいる途中にゴムが切れちゃったっていうことも今まで一度もないので、ゴムがすぐ切れちゃって困っているっていう方はぜひチェックしてみてください。一応普通に PU バンドって検索してもらえればネットで購入することできると思うんですが、それがちょっとめんどくさいなっていう方は、この動画の概要欄の愛用品っていうところに URL が貼ってあるので、そこからチェックすることもできます。で、あとはこちらヘアクリップを使っていきます。大きさはちっちゃいミニクリップじゃなければ OK です。これの半分くらいの中くらいのクリップでもできると思います。私は今日はちょっと大きめのクリップを使っていこうと思います。シンプルめなんですけど、ちょっとこういうパールのついた大人っぽい仕上がりになりそうなヘアクリップでもやっていくので、ちょっとこう仕上がりの違いを見て、あ、こんな風になるんだっていうのを見てもらえればいいかなと思ってます。で、アメピンとかは使っていかないので、今日使っていくアイテムは以上になります。まあ、ただ、こちらも最近よく言っているのですが、アレンジをする前はワックスをつけていただきたいなと思っているので、今日もこちら。ルフトケアデザインワックス D、こちらのワックスを使っていきます。こちらは私とルフトさんで共同開発させていただいて作った商品になります。まあ、必ずこのワックスで絶対にアレンジしてくださいっていうわけではないのですが、アレンジ前にワックスをつけてあげると髪のまとまり感だったりアレンジのしやすさで、アレンジした後もツヤ感だったり崩れにくくなったりするので、アレンジするときはスタイリング剤をつけてからぜひやってあげてください。もしこちらが気になる方いれば概要欄に詳細貼っておきますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。じゃあ本当に使うものは以上になりますので、ここからヘアアレンジ解説していきます。で、終始後ろ姿になりますので、今日もこちらで解説しながら分かりやすくゆっくり丁寧にお伝えしていきますので、今お時間がある方はこの動画を見ながらぜひ一緒にヘアアレンジ挑戦してみてください。じゃあやっていきます。髪の毛全体にワックスをつけていきます。ワックスをつける目安は髪の毛のサラサラしている部分がなく、全体的にしっとりするような感じになるまでスタイリング剤をつけるようにしています。ちなみに私はこのくらいの量をいつもつけています。だいたい耳上くらいの髪の毛を後ろで縛ります。この時に横の髪の毛や上の髪の毛、分け目がなくなるようにしっかりと手ぐししながら髪の毛をまとめてあげます。縛っていきます。最後毛先は出し切らず、こんな風にお団子の状態にしていきます。下に余っている髪の毛と先ほど縛ったお団子の毛先を一緒に縛っていきます。この時に最初に作ったお団子に下のお団子が近づくようになるべく縛ってあげてください。縛ります。こちらもお団子に縛っていきます。毛先は出し切らずにお団子の状態にしてください。毛先は下に持ってきます。この下の部分をヘアクリップで留めていきます。なんとなくお団子がギュッと詰まるような感じでヘアクリップをつけてあげてください。ここまで
できたらお団子を少しほぐしていきましょう。お団子をこんな風につまんで広げるようなイメージでやっていきます。トップの部分も少しほぐしてあげるとよりカジュアル感が出て綺麗なふんわりとした仕上がりになると思います。こんな感じで完成です。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日は高めのお団子してる風のヘアアレンジをご紹介してみました。で、私は今結構伸ばしかけで髪伸びてきてるので簡単にできたんですけど、本当にボブの方とかだともしかしたら難しいかなとは思うんですけど、こうお団子を作る位置を変えてあげればやることも可能かなと思うので、髪が短い方は最大限縛れるところくらいまで頑張って縛ってもらえれば、高さは違ってくるんですけどできるアレンジかなと思います。ぜひいろんな方法でやってみてください。ヘアクリップを今日は使用したので、ヘアクリップの色や大きさ、形、デザインを変えてあげることで仕上がりのイメージなんかも簡単に変えられるかなと思いますので、服装とかシーンに合わせてぜひ使い分けてみてください。今日もいつも通り私は前髪だけ巻いて、この下の髪の毛は何もしてないっていう状態になりますので、巻いてなくても私くらいの仕上がりにはできますので、もうちょっとふわふわにしたいとか、もうちょっとこういい感じにしたいっていう方はしっかりと髪の毛を巻いてからやってあげてください。はい、というわけでまた皆さんも私も綺麗になれるような動画配信していきますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。あとはインスタグラムもやっております。概要欄に URL 貼ってありますのでチェックしていただけると嬉しいです。では今日も動画この辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。